皆さんこんにちは。英語学習を効果的に進めるには Learning Cycle を意識することが大切です。テストを受けて終わりにするのではなく、テスト結果を現状の Assessment と捉え、それをもとに Learning Objectives を設定し、目標達成に向けた Practice へと進んでいく。これが理想的な学習サイクルです。 TOEIC L&R の問題を復習するときには、Learning Objectives を明確に設定しましょう。例えば Part 1で生活合意を学ぶ、 Part 2で幅広い応答を学ぶといった具体的な学習目標が設定できれば、その目的地から逆算して Practice で何をやるべきかがはっきりします。この動画では Learning Objectives の設定に役立つ TOEIC L&R のパートごとのうまみ、いわば学ぶべきおいしいポイントをご紹介します。皆さんが Part 1、写真描写問題を復習するとき、何をポイントにしていますか？私が思う Part 1のうまみは生活語彙です。私は何十年も前に英語教育を受けた人間ですが、生活に密着した語彙を学習する機会にはなかなか恵まれなかったように思います。 Part 1は英語圏で生活する人なら誰でも知ってるような生活語彙を学ぶ絶好の素材だと私は思います。ここで Part 1の写真をご覧ください。この設問では A. Some candy is being displayed in a glass case. という文が正解でした。ショーケースの中に並んでいるチョコレートのように見える商品が candy、砂糖菓子と描写されていました。皆さん、ピンときましたか？日本語の文脈で candy イコール飴とイメージしていると、この文を正解に選びづらいかも。英語の candy は主に北米で、一口サイズの甘いお菓子全般を指すため、チョコレートやキャラメルも含まれるわけですね。このズレを認識し修正していく必要があります。すでにカタカナで馴染んでいる単語は英語でカバーする意味の範囲を改めて確認できるといいですね。例えば日本語で駅のホームを連想するプラットフォームですが、英語のプラットフォームにはこんな意味があります。また日本語では曲線を連想するカーブ、英語の curb にはこんな意味も。すでに知っていると思う英単語も自分の知らない意味がないか注意していきましょう。 Part 1の復習で知った生活語彙は、画像をキーワード検索してビジュアルからインプットするのもありです。辞書の定義を読んでもピンとこない場合、画像の力を借りると一瞬で理解できることもあります。 Earning を画像検索してみてください。 Earning つまり日よけ、雨よけの画像がたくさん出てくることと思います。生活語彙の中でも物を表す名詞は画像検索に向いています。ここまではPart 1のうまみは生活語彙にあるというテーマで進めてきました。知っている単語でも予想外の意味を持つことがあります。画像検索もうまく活用して脳内英語データベースを拡張していきましょう。続いて Part 2の復習法です。皆さんが Part 2応答問題を復習していて、なぜこれが正解になるのか今一つ腑に落ちない問題があるかもしれません。それが皆さんにとっての学ぶべき美味しいポイント、うまみなのだと思います。 TOEIC L&R の開発機関であるアメリカの Educational Testing Service は Part 2-3-4 に、話し手の目的や暗示された意味を理解する力を測定する設問を含めています。例えば Part 2には、問いかけに対してストレートに答えず、答えを示唆する応答を正解として聞き分ける能力が必要とされる設問があります。したがって話し手の意図を正確に汲み取った上で、
幅広いリアクションを思いつくスキルがあれば、正解に対する守備範囲が広がるということですね。Why? なぜ?と聞かれたら、反射的に理由を求められている気になります。ですが、実際のコミュニケーションでは、さまざまなパターンの応答が考えられます。Part 2の問いかけを聞いてください。Why are you working the night shift at the hospital? なぜ夜勤をしているの?と聞かれたら、何と返せばいいでしょうか?この設問では、B. Didn't you hear about the schedule change? スケジュール変更は聞いてなかった?が正解の応答でした。質問に質問で返す手法ですが、示唆された意味は、スケジュールが変更になって今日は夜勤をしている、ですね。ではもう一つ、今度は問いかけではないパターンを聞いてください。I need to get my suit clean before the conference. 会議の前にスーツをクリーニングしなくちゃと言っている人に、皆さんなら何と声をかけますか?Statement 発言に対する応答のバリエーションはほぼ無限です。設問の正解以外の別解を考えてみることで、さまざまな角度からリアクションする能力、整理する応答を聞き分ける能力を身につけましょう。ちなみにこの設問では C. There's a shop downtown that can do it quickly. 手早くやってくれる店が街中にあるよが正解でした。親切な同僚でよかったですね。ここまでは Part 2のうまみは幅広いリアクションにあるというテーマで進めてきました。 Part 2、応答問題の丁寧な復習を通じて相手の意図を汲み取り、最適な応答を選び取るスキルを身につけましょう。 Part 3の会話、 Part 4のトークには話して、聞き手、トピックなど特定の状況が設定されています。これらはすべてフィクションですが、そこで使われる英語表現はすべて本物。復習の際には、将来置かれるかもしれない状況に近い設定の会話やトークの中にうまみが詰まっていると思ってください。再現性の高い会話やトークを重点的に復習し、実用的な英語表現をたくさん身につけましょう。Part 3の会話には、話し手が抱える問題を解決するという筋書きが多く登場します。そのため、誰かの悩みを解決する、誰かに悩みを解決してほしい時に使える英語表現が数多く使われています。ここで Part 3の会話を聞いてください。 Thanks for helping me set up the conference room's new monitor. 男性が会議室に新しいモニターを設置するのを手伝ってもらうようです。 No problem.It'll be great having a big screen when we host video conferences in here. 女性がここ会議室でビデオ会議を行うときに大きなスクリーンがあるといいものねと返すと、 Yeah, I tried doing the installation on my own, but it was too confusing. さあ、男性の悩みがわかりましたか? I tried doing the installation on my own. 自分で設定しようとした。これだけでは状況ははっきりしませんが、 But it was too confusing. でも複雑すぎてとこぼしています。結局モニターは使用可能な状態になっていない。これが男性の抱える問題です。続きを聞いてください。 I'll see if I can figure it out. Is there an instruction booklet? 女性は手伝いを申し出て取扱説明書を探します。 I'll see if I can figure it out.私でわかるか見てみるね。これは誰かの問題を解決しようと申しているときに使える表現ですね。会話は後半に入ります。図表も合わせてご覧ください。 Yeah, it's right here. Okay. Yes, I found the section on installation. 女性が見ているのはインストレーションのセクションで、図表から16ページに掲載されていることがわかります。続きを聞いてください。We may want one more person to help lift the screen, though. It looks heavy, and we don't want to drop it. 女性がもう一人、助っ人を呼ぼうとしています。We may want 〇〇がいるかもしれないは覚えておきたい表現ですね。会話はいよいよ着地点を迎えます。Good idea. I'll go see if someone else is around.
男性は同意し、近くに誰かいないか探しに行くところで会話は終わります。I'll go see if 〇〇かどうか見てくるもそのまま使える表現ですね。Part 3の会話文を文脈に沿った機能に注目して丁寧に鑑賞すると、数多くの実用的な英語表現を収集することができます。ここまでは Part 3のうまみは問題解決の筋書きにあるというテーマで進めてきました。 Part 3、会話問題の復習をするときには再現性の高い会話を丁寧に復習して実用的な英語表現を身につけましょう。 Part 4、説明文問題では一人の話し手があるトピックについて語りかけます。店内放送、留守番電話メッセージ、会議冒頭の挨拶など話し手が一方的に話す状況であるため、聞き手に分かりやすくトークを展開する必要があります。そのため効果的な話し方のお手本と捉えることもできます。ここで Part 4のトークを聞いてください。 Hi Nancy, it's Insook. I'm happy to hear that we'll be working together to create the script for that new hair care commercial. Nancy と Insook は新しいヘアケア CM の台本を書くようです。 I'm happy to hear that 〇〇と聞いて嬉しいとポジティブなトーンでメッセージが始まっているので、聞き手も安心してその先を聞けますね。トークの冒頭には話して、聞き手、トピックなどに関する情報が詰まっているので注意して聞きましょう。続きを聞いてください。 I've seen the other advertisements you've worked on and I think we'll be a great team. AnywayI'm just calling about your invitation to meet next week. Nancy の仕事ぶりに触れ、良好な関係を築こうとする話し手の気遣いが感じられます。その後、anyway、とにかくというつなぎ言葉を挟んで話題が転換されています。Anyway は聞き手の注意を引く働きをしています。トークは後半に入ります。Thank you for reserving the conference room, but I have a meeting in Chicago.お礼の後に but でもと続くので、聞き手はネガティブな情報に備えることができます。加えて but が挟まっていることで、その後に続く I have a meeting in Chicago、 シカゴで会議があるという情報が会議室の利用に何らかの影響を与えるだろうことが推測されます。トークは終盤を迎えます。 I've heard that the new video conferencing software works wellI suggest we both try it out before we meet. Looking forward to our meeting. 代わりにビデオ会議用ソフトを試すことが提案されているので、I have a meeting in Chicago が予約した会議室を使えない、対面での打ち合わせができない理由になっていることが確定しました。最後は打ち合わせを楽しみにしているというポジティブなトーンで締めくくられています。Part 4のトークは効果的な話し方のお手本として丁寧に鑑賞しましょう。ポジティブなトーンで始める、つなぎ言葉で聞き手の注意を引く、都合がつかない時には代案を出す、前向きなトーンで締めくくるなど、話の流れを意識して実用的な英語表現をしっかり吸収しましょう。皆さんが Part 5短文穴埋め問題の復習をするとき、文章だけでなく問題文の構造にも注目なさっているでしょうか。 Part 5の問題文は英文の基本構造である主語と述語同士の確認をする練習に適しています。文章に正解の語句を入れ、文構造を意識しながら意味を取っていきましょう。私が思う Part 5のマミーは文構造と意味です。英文は書き手の思考が左から右へ順番に再現されています。書き手の思考を追体験するように左から右に目を送り、まずは主語、次に主語と対をなす述語同士を探すつもりで読み進めます。 Part 5の問題文を読むとき、空書の前後だけを読む、日本語に訳すために戻り読みをするといった習慣があると英文の意味を取り違える可能性があります。最初から最後まで一方通行に読む癖をつけましょう。ここで Part 5の問題文をご覧ください。
空所には正解の語句が入っています。では左から右に一方通行に読んでいきましょう。全知識を伴う句である Due to safety regulations 保安規定によりには主語がありません。名詞 visitors 来訪者、それを受けて be 動詞 are がありますので、 visitors が主語、 are が述語動詞とわかります。 be 動詞には否定の副詞 not が添えられ、動詞 permit 許可するの過去分詞 permitted が続きます。 be permitted to do 〇〇することを許可されてはセットで覚えておくと文構造と意味を捉えるのが早くなります。空所後の to enter the factory floor まで読むと、来訪者には許可されていない、工場フロアへの立ち入りはという文意をつかむことができます。では part 5の問題文をもう一つ、空所には正解の語句が入っています。今回は主語が早々と登場するパターンです。定冠詞 the がついた名詞 price 価格が主語、これにOf Nara Aluminium Stock 奈良アルミニウム株のという説明が加えられ、 Remained 〇〇のままだったという述語動詞が続きます。〇〇のの意味を補うのが直後に控える形容詞 Stable 安定したとなります。前半の奈良アルミニウムの株価は安定していたと、空所後の株式市場全体における先週の値動きと意味が通るようにつなぐ語句が前置詞 despite にもかかわらずとわかります。形容詞 stable と名詞 changes の対比に気づくことがポイントです。こうして空所を正解で埋めた part 5の問題文を文構造と意味を意識しながら一方通行に読む練習を重ねましょう。練習が進むにつれて空所を含む初見の文でも素早く主語と述語動詞を捉え、文構造として足りないもの、意味を理解するのに不足するもの、つまり空所に適した語句が分かるようになっていきます。別の語句が空所になっていたとしても対応できることでしょう。次は Part 6の復習法です。 Part 5と同様、空所に語句や文が入った状態で文書全体を読むことをお勧めします。 Part 6の文書は明確な目的を持った実用的な英文のお手本です。文と文との関係やつながり、文書全体に流れる文脈に注目しながらじっくり鑑賞しましょう。私が思う Part 6のうまみは文同士のつながりです。ここで3つのパラグラフからなる Part 6の文章をご覧ください。空所には正解の語句や文が入っています。まずは第一パラグラフから、まずは文書のヘッダー部分を確認します。これは自動車メーカーの生産部門長から社員に向けた社内メモであり、 TM300 の新色と件名に書いてあります。 TM300 の外装と内装に新色が導入されることが第一パラグラフで示されています。次は第二パラグラフです。第一文から TM300 には黒、白、シルバー、赤の4色があり、第二文から本日付で新たにネイビーブルーとジェイドグリーンの生産が開始されることがわかります。第二文冒頭のつなぎ言葉 but、しかしが文動詞をわかりやすくつなげていますね。4色に2色が加わるので、第三文の名詞 colors には追加のを意味する形容詞Additional がふさわしいとわかります。第3パラグラフに続きます。第1文にある Also もまたは前のパラグラフの内容を受けて追加項目があることを示唆しています。追加されるのは New Interior Colors 内装の新色なので、新色に関するより詳しい情報、つまり Beige and Gray を準備中が続くと読み手にとって分かりやすい文脈が作れます。第2文冒頭に副詞 specifically 具体的にはがあることで、第1文で大まかな情報、第2文で詳しい情報というそれぞれの文が担う役割が明確にされています。
外装内装の新色はこれから販売されるので、第3文の that の後に続く動詞は will be offered。 受動態の未来時制、提供されるだろうが適切です。こうして文と文とのつながりを追い、次の文で提供されるであろう情報を予測しながら Part 6の文章を読む練習を重ねましょう。練習が進むにつれ、空章を含む初見の文書でも文脈が理解できるようになり、一つの文や文と文との間に欠けている情報、つまり空書に適した語句や文が分かるようになります。新しい単語を覚えるとき、覚えたい単語の生息域である文脈の力を借りるという手があります。 Part 7、 一つの文書は特定の文脈の中に息づく単語をまとめて覚えるのに最適な素材です。私が思う Part 7、 一つの文書のうまみは文脈込みの語彙です。ここで Part 7の文書、オンラインチャットをご覧ください。まずは冒頭3分の1から。ディポーさんが昨日テクニカルサポートに送ったメールが届いているか、ニックに確認しています。ディポーさんのモニターが急に明るくなり、かなり使いづらいようです。先に進みます。ニックはマネージャーのリーさんを会話に加え、 Outdated Display Driver、 旧式のディスプレイドライバー、モニターを操作するためのソフトウェアがトラブルの原因かもしれないと伝えます。形容詞 Outdated をモニタートラブルの原因と関連付けると、旧式の、時代遅れのという意味が即座にインプットされると思います。ニックの分析に対し、リーさんは possibly、 多分、もしかするとと受け、ディポーさんに新しい質問をしています。質問を続ける展開から、リーさんがトラブルの原因に確信が持てないことが possibly という返答ににじみ出ていると推測できます。チャットは終盤を迎えます。ディポーさんは設定を調整したがトラブルは解消せず、今朝同僚のエンさんを動員したものの現状は変わらないとのこと。 With no luck は幸運に恵まれない、うまく機能しないといった意味のフレーズです。ディポーさんのトラブルとともにインプットすると印象に残ります。リーさんはニックにディスプレイドライバーを再インストールしてあげるよう指示しています。 See to it は確実にする、面倒を見るという意味のフレーズですが、これも今回のトラブル処理の文脈と一緒に覚えると記憶が定着しやすいですね。今回はモニタートラブルの対応という文脈の中で Outdated, Possibly, With no luck, See to it という4つの語句に着目しました。バラバラに覚えるのは大変でも、一つのストーリーの中でまとめてインプットすると印象深い記憶になります。ここまでは Part 7、 一つの文書のうまみは文脈込みの語彙にあるというテーマで進めてきました。実生活で目にする文書の中に息づく英単語を文脈ごとインプットするための素材という付加価値が TORIC L&R の英文にあるのだと思います。Part 7、複数の文書では、一つの文書の情報から正解が得られる説問もあれば、二つ、または三つの文書に散りばめられた情報を関連付けて、一つの結論を導き出す能力が問われる説問もあります。実生活でも、単独の文書では情報が足りず、他の文書に追加情報を求めることはありますね。それを英語でやりましょうというのがこのタイプの説問です。TORIC L&R の中でも特に実践的なスキルを問われるタスクですから、しっかり練習をしておきましょう。 Part 7、 複数の文書のうまみは情報の関連付けです。ここで Part 7、 2つの文書のうち1つ目の文書、 E メールをご覧ください。勤務時間表の調整についてクインターナーさんがツァンさんへ E メールを送信しました。先週ツァンさんが取得した半日の有給休暇が反映されていなかったため、修正が入ったそうです。有給休暇を取得した時にはペイコード004の欄に時間を記入するよう、
第一パラグラフ最後の文で指示されています。では2つ目の文章、従業員勤務時間表をご覧ください。これはチャンさんの12月3日から7日までの修正済み勤務時間表です。4種類あるペイコードの意味は E メール第一パラグラフの中に説明がありますので、必要に応じて参照すればいいですね。ここで設問185を見てみましょう。一つ目の文書である E メールには、先週ツァンさんが半日の有給休暇を取った、また有給休暇を取得した時にはその時間を Pay Code 004に記入する決まりがあることが示されていました。ですがツァンさんが有給休暇を取得した曜日を特定するには情報が足りません。そこで2つ目の文書である従業員勤務時間表の Pay Code 004の欄を確認すると、この欄に記入があるのは12月7日金曜日、よってツァンさんが有給休暇を取得したのは Friday 金曜日とわかります。 Part 7、 複数の文書の設問に対して、一つの文書からでは情報が足りないと思ったらすぐ別の文書に情報を探しに行きましょう。その判断を素早く行うには、複数の文書の目的をそれぞれ確認しておく、どこにどんな情報があるのか把握しておく、この2つが大切です。ここまでは Part 7、 複数の文書のうまみは情報の関連付けにあるというテーマで進めてきました。限られた時間の中で情報を収集し、それらを関連付けて結論を導き出すスキルは実生活に必要です。その訓練を実用的な英文を通じて行うことができるのも TOEIC L&R を英語学習に活用する付加価値の一つだと思います。ご覧いただきありがとうございました。皆さんが Learning Cycle の中で TOEIC L&R を有効活用し、実用的な英語能力を身につけることを心から願っています。 Enjoy learning English. The sky is the limit.